アンダー58キロ視線外しません。最後に微笑んだように見えたのが青コーナーの里見でした。最新鋭小沢も十分若い24歳、しかし下からの突き上げ、昨年10月あの最強春馬に敗れた、今ローキックを放ちましたサウスポースタイルの小沢海斗、ミドルキックを放ったやはりサウスポーの里見、青いグローブ。さあ十分、長友さん、小沢も若いんですが、はい、まあ最強春馬、そして今回里見柚希とまたもっと若いファイターたちが、そうですよね、でも年齢だからどうとかじゃないですもんね、もう全く、本当にそうですね、はい、サバイバルの様相、全王者であっても飛び込みから見る、しかもこうロープに詰まったのと思いっきり蹴ったのがもう逃げ場なしで、本当ですね、すねがパワーありましたね、あーやばい、いや戦い足りねえとでも言わんばかりに、今お互い言葉を交わしますが、ちょっとこれはもう長友さん、何かこれから見せる前にっていう事情もありますけどね、帰ってきたっていう感じがしますね、そうですね、左フックかと思ったんですね、ああそうですか、多分右から左だと思ったんじゃないですかね、あ小沢はしっかりそれを見せていたということですか、狙ったのかどうなのか、この試合が僕一番どうなるかなって楽しみな試合だったんですけど、はい、まさかの結果ですね、まさかの展開ですね、秒殺、これでもね、里見選手は本当悔しいと思いますよ、でも絶対これがね、里見選手強くすると思うんで、僕は、はい、また次、この後の里見選手も注目っていうか、また見たくなる試合でしたね、小沢海斗戻ってきたぞ、なんだろう、3.21K フェスタっていう、K1 の祭りでしょ。やっぱ俺でねえとな、キッド選手やらせてください、盛り上げ、K1 盛り上げましょう、すいません、今日は本当ありがとうございました、腹減ったんで帰ります